はい、今日は2017年、論文本試験、口述本試験も含めて最終合格1年で、最終合格された安田弘樹さんをお迎えして、はい、勉強方法についてお聞きしたいと思います、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、それではまずはいろいろな資格がある中で弁理士を目指そうと思ったきっかけをお聞かせください。はい、私の場合はですね、父ですとか祖父が弁理士であったということで、弁理士という職業が身近であったということがあります。うん、であと、バックグラウンドとして機械ですとか情報とか電気ですとか、あと生態ですとか、さまざまな分野について、学生時代に勉強していましたので、それらを、活用できるというのは弁理士かなというふうに思いまして、さまざまな事情が、重なりまして、弁理士を目指すこととなりました。はい、じゃあレックで受講する決め手となったのは何ですか？はい、レックを選んだのはですね、江口先生が、講座をされていたということが決め手となりました。というのもですね、父ですとか、弁理士の先生方が江口先生を、お勧めしてくださいまして、実際に無料講座の方に、参加しましたところ、この先生についていけば、合格できるわなみたいな感じで、確信しまして、レックを選びました。そうですね、お父上もゼミに来られてたらしいですね。ゼミかはちょっと分からないですけど、論文の講座少なくとも受けていただいた、はい、2代にわたっていただいて、そうです、ありがとうございます。ありがとうございます。それでは次ですね、実際に学習を開始して、レックのカリキュラムや講師、教材について、どういうふうに感じられますか？カリキュラムなんですけども、基本的な事項から順々に、段階的に落とし込んでいくというふうな感じで、非常に綿密に狙えているカリキュラムだなというふうに感じまして、数ヶ月ごとに各方域について復習できるというふうなカリキュラムで、非常に私の勉強生活においてのペースメーカーのような役割を果たしてくれました。はい、じゃあ私のオリジナルレジュメはどうですか？はい、それはですね、本当にオリジナルレジュメは本当に役に立ちまして、もう正直レック の講座 のテキストよりも江口先生のレジュメばっかりで勉強しておりまして、非常にアウトプットしやすいような構成になっておりまして、もう移動時間ですとか、もう時間が空いたら江口先生のコアレジュメですとか、そういうのを使って勉強しておりました。コアレジュメについてちょっと簡単に説明してください。コアレジュメなんですけども、小学生向けの方に関しては非常に役に立つような教材となってまして、本当に各項目、要素について、アウトプット本当にしやすい、歩き持ってあの項目どうやったかなみたいな感じで、アウトプットして、その確認もすぐできるという感じで、コアレジュメに関しては非常に基本的な内容がまとまってるんですけど、ゼミに参加していただけますと、パーツブックですね、パーツブックもありますので、それら、併用して勉強していただければなと思います。そうですね、あれ実はレジュメもコアレジュメもいろいろ考えてですね、非常に苦労して作ってるので、それが活用していただいたと言っていただくのが、私にとっては苦労が非常に報われるということです。ボロボロになるぐらいまで僕は使ってました。素晴らしいですね。中には一生懸命渡してもね、その使い方をね、自分でこう考えずにね、バラバラに勉強する人がおられるので、やっぱり受かる人というのは、そのテキストとかの重要さね、で使い道というのは、本能的に多分理解してもらって、非常によくやられた、ボロボロになるのでやっていただいてるのは、それがやっぱり合格の一つの、秘訣ということですね。はい、じゃあ講義ですね、ちょっと重複しますけども、講義の良かった点はどういうところでした？そうですね、江口先生はですね、本当にそれぞれの方域もなんですけども、アレンジして、信号のようなものを、提示してくださいますので、そういったものを講座で学んで、で自宅学習でもその信号を元にして、知識を肉付けしていくというふうな勉強をすることができましたので、非常に良かったと思います。他にもいっぱいいろんな ところがあるんですけども、ちょっと時間がないのでいっぱい挙げられないんですけども、こうして受験生の人に私が伝えたいことは、覚える勉強なんですけどね、ただ覚える前の段階をきちっとやらないと、例えば100回やる、1000回やる、1000回忘れるという人が、何年もやってる方はそういう状況に陥ってると思うんですね、でそれがじゃあ1年の人と、じゃあ5年やった人時間的にはもう全然違うと思うんですよ、投入した時間がね、でそれなのに
1年で変わる、はい、まあ、それは結局は、必要なことが本試験の時に全部頭に入ってるという話ですね、はいはい、で本試験までね、はい、まあ、効率よく勉強しても、はい、やっぱり頭に残す状態に持っていくっていうのはすごく苦労されると思うんですよ、はい、そうですね、新しいことでは絶対忘れますからね、はい、どういう苦労されました、勉強についてそのやっぱり僕まだ25歳と、まあ、若いんですけどやっぱり忘れ てしまうんですよね、うん、識については、うん、ですので、まだ新しいことを、まあ、土日休日に講座を受けて新しいことを勉強したらその平日の間に確実にもうその平日の間に絶対に定着させるぞという意識でやりまして、それでもまた他の勉強してる法規のやつとかっていうのは忘れてってしまうので、うんうん、もう繰り返し繰り返しアウトプットをしていました、うんうん、でね、今説明したいいとこなのはね、まあ、ここでもいつも言ってるんですけど、やっぱり法規した後に、はい、すぐにフォローしてもらってますね、はい、で結構講義でね、まあ、最初はアレンジという話が出ましたけども、はい、いろいろねこう頭の中に定着させやすいように情報を圧縮してですね展開するようにしたり、他との方位との絡みというのを一生懸命説明してるんですよ、はいはい、で結構それってね時間が経つと忘れてしまうんですね。そうですね。でそれが結局ですねちゃんと、まあ、本能的にというか分かってか分からないですけどもすぐにやってもらったでしょ、はい、だからねあとそこで重要なベースアレンジメントが頭の中に定着して、それをあと、まあ、もちろん忘れますけども、はい、繰り返すことによって多分ね、はい、1000回やって1000回忘れてる方っていっぱいおられると思うんだけども、安田さんの場合はすごい短期間で、ね、はい、まあ、苦労はされたんだけども短期間で頭の中に残せると、はい、まあ、いうことだと思います、はい、いつもねやっぱり受かってる方の話を聞くとね、やっぱりよくやっぱり私が言ってることを守ってもらってるなと、はいはい、で分かるんですよ。でゼミとかでも、はい、で彼は入門だけじゃなくて論文も並行して勉強するように、はい、上級ゼミに来ていただきました、はい、でね、そこはもう当然強者揃いですね、はい、で1年も経たない状態で入ってこられた、はい、で最初どうでした？最初本当にもう毎回演習の時に順位を発表されるんですけど、うん、本当に下の方でうわこの人こんな点数取ってるのに僕はこんな点数本当についていけんのかなみたいな感じでスタートはそれでしたね。でね、そこで、安田さんの場合は、まあ、弾みでね、1年何もせずにポンと受かる人もね、はい、いたり、まあ、特別記憶力が良くてね、はい、受かる方っていうのはおられるんだけども、彼は、ゼミでずっと毎週、採点してたので、はい、どういう、ステップを踏んで習得していったかですごい分かるんですよ。はい、で、感じたのはね、やっぱりね、私が今としていることをゼミでもステップ踏んでるんですけども、それをね、きちっとね、消化してるなっていうのはすごく感じました。でね、もちろんね、これは安田さんの能力もあります。だからその短期間で消化できる人と、はい、やっぱりできない人っているんだけども、ただですね、まあ、彼は非常に優秀なんですけども、時間のみたいのはずですね。はい、そうですね。それが倍覚えるのに時間かかって、はい、やることさえやれば いけるじゃないですか。はい、ただまあそうは言いつつで、はい、あのゼミに入ってついてくることが結構しんどいですね。はい、そうですね。ですね。すごくしんどかったです。うん、ちょうど今頃の時期は担当試験の築城手解説とかも初学者向けでされていると思うんですけども、うんうん、その中で僕はエルゼミの方で論文の対策をしていたっていうので、もう並行しながらっていうのは本当に時間なくって、そこは本当に苦労しました。どういうふうに時間作られました？時間はですね、私、まあ新入社員で事務所入ってるんで、うん、あんまり残業もなかったんですけど、うん、それでも時間がなくてっていうので、うん、本当にもう江口先生がもう講座で言われてたように歩き持って勉強するのはもちろんのこと、もうこの時期でありますともう入浴中も勉強しました。ですので講座から帰ってそのまま江口先生がおっしゃられてたモディファイしてアレンジしてもらったところっていうのもずっと入浴中にもアウトプットしたりとか、うん、時間も本当に全力で確保してました。なるほど。でね、よくね1年で受かる人は何人かおられるんですよ。でまあそれが入門だけで受かった場合はね、本人がもうすごい、まあ、どっかで努力されてるんですけども、なんかね傍から見てるとね、なんか1年で受かる人っていうのはもう特別な存在で、自分とはもう全然頭の出来が違うから1年で受かる人はもう得なんだって思う人も中にいるんだけど、私がね今まで1年で受かった人を見てると本人の優秀さはあります。
だけどそれ以上にみんな努力してます。で努力を全くせずに1年で受かった人っていないですね。あるいは2年の人もいますけども、もう陰でね見えないところですっごくやっぱり努力してるもらってる。で講義でもねいろいろ言いましたけども、はい、やっぱり効率よくねやるべき、試験に出るところを中心に抑えていくんですけども、ただ頭に入れるのは絶対に時間が必要ですね。そうですね、時間的な確保ってことを言ってたんですけど、はい、彼はもうすごくやっぱり守ってくれてます。だからやっぱりね後で聞いてやっぱり努力してないなというのは何もせずに頭に入らないですね。そうですね、講義だけ聞いててもね本当にそうです、うん、復習をしないと絶対に頭に入らないですか、うん、なんかねやっぱり彼の良かったところは何もない状態から講義を聞いて、ただねやっぱり直後にやっぱりフォローして、キーになるところをね頭に入れてもらったということでベースができてるんですね。定着しやすいベースができたところで、それを回したということなんで効率性が上がった。でもう一個はやっぱり論文が書けたのがねゼミですね。そうですね、間違いないですね、うん、まあ、書き込まないとできないし、ゼミに入ると上級者がいますから、こう本来の到達点がどれで自分がどこにあったかというのは分かったでしょうか。分かりましたね、うん、ただねそこからねずっと低空飛行でいる人もいるんですけどもゼミってもう毎回こう配点表で順位も出しますし、はい、配点もね私が全部もう分かり、論理の流れがいいように必要によって全部内容も変えて、はい、で箇条書きにして2点単位とか3点単位とか4点単位ぐらいバーッといっぱい点数つけるから、はい、まあ、どこ間違ったら分かるでしょ。分かりますね。である程度客観性がすごく出てくるんですね。でそこで、さらに条文が、まあ、本試験の話もいろいろ聞いてますからきちっと書かないと、はい、すごくシビアなんですよ。だから東連とか他のゼミで60点70点で喜んでてもうちのゼミ来たら20点とかねなるんです。で実際それは本試験でも平均点とかね、はい、ものすごい低いんですよ。で受かってる人は正確するから高いですね。だからその厳しい中で最初当然20点で当たり前なんです、はい、ただね私記憶あるのは上がってきたね。そうですね、うん、いつ頃からなんか10位10番ぐらいに入るようになった。多分ゼミやと特日いい賞で特日いい賞みたいな感じで回していくんですけど、うん、1回目の衣装の最後 の, 演習で多分10位内ぐらいになったと思うんですよ。なんでちょうど12月ぐらいやったと思いますね。12月ぐらいね、はい、かなり頭に入ってきてる、ね、それもねかなりね上位に最後の入っとったな。そうですね、あれをねキープするのはどうでした、はい、いや、もう何でしょう、もう、キープに関してはまあ、でもやっぱり一旦上位に食い込んだからにはもう上位にいたいっていう意識が本当にあったので、うん、もうそうですね、いかに点数を落とさないかっていうのを意識してましたよね、うんうん、で私が意図した通りです。それをやってもらうともう自然にねこう義務的に勉強するのではなくて自分から進んで勉強することにもなるし、はい、でやったことが得点につながっているという実感がね出れば、はい、すごいモチベーションが上がるでしょ。上がりますね。だ多分最初はもう何も分からずに一生懸命やってないけども、はい、多分ゼミとか、まあ、とあの担当のまあ問題解いたり、はい、されましたね、はい、で過去問で解いた担当のでしょうか、うん、あ担当解きました。いつ解きました解き始めだいぶ早くって小学者向けの講座の本当に初めから実は解いてまして、うん、それは、まあ私がやるっていう、はい、テーマ別ですね、はい、で平成29年に合格されたので、はい、平成29年の、はい、29年に合格されたら28年ですね、はい、受けたのね、はい、28年の、本試験の担当の問題は、はい、いつ解きました60年。実はですね、28年の本当にもう担当試験本番間近に受けようと思ってずっと置いてて、うん、で本当に本試験の前1週間ぐらいに、うん、前に28年は解いたんですよ、うん、なんで、もう本当に前に出ました。なるほど、はい、担当試験ちなみに何点でしたっけ。本番ですか、うん、本番41なんですよ。あと2点ね、うん、あれはね、ただね、41はね、もう合格者が4割ぐらい減りましたから、29年は。あれはすごくね、難しかった。で、実際に問題の質がすごく上がってます、はい、そんなことやっぱり取れた41点確保できた、はい、まあ、理由って言ったら分かるか分からないか分からないですけど、まあ、自分で取れた理由は、はい、
あでも取れたりは結局、うん、今回の試験も、うん、やっぱり重箱の隅につつくような難しい問題もありながらも、うん、基本的な問題はあったんですよ、うん、なのでそこをきっちり押さえていったら、まあ、ボール点は間違いなく取れるんじゃないかと思いますね、うん、なるほど、まさにその通り。ただね、その基本的な問題が28年よりも減ったのは事実なんですよ、はい、うん、ただ基本的なところをやってれば取れるというのは絶対確実なんですね。なのでそこをしっかりと基本を抑えて、はい、ミスをせずに取れたっていうのがやっぱり合格の秘訣ですね。そうですね、うん、じゃあね、勉強方法いろいろお聞きしましたけども、はい、まあ、ちょっと繰り返しなんですけど、はい、1日、まあ、お風呂の中でもやった、はい、やったって言われてましたけども、はい、1日平均どのぐらい勉強されましたか？平日ですと、私は少なくとも7時間程度勉強してまして、休日は講座あるときはやっぱりエルゼミもあったりだとかであんまりできなかったので2、3時間ほどで、講座ないときはまあ12時間程度やってました。土日は？はい。なるほど。で7時間というと、まあ、定時で終わると、はい、あとずっと勉強に当てたりですね。うん。いや、もう非常にね、参考にしていただきたいんですけども、2時間やったから、もうあと休憩っていう人結構おられるんですよ、はい、で大学入試以来ね、はい、長く勉強するってみんなやってないから、そうですね、実は結構しんどい、しんどいです、しんどいでしょ、はい、新しい知識を入れるのしんどいけども、彼は全ての時間を、はい、やっぱり受験、使える時間を全部受験対策に当てたので、はい、やっぱり成功してるんですよ、はい、だから楽してね、頭がいいからそれだけで受かったわけでは決してないですね。そうですね、そんなんとてもなんぼ頭よくなって忘れますよ、はい、ね、あとはちょっと年配の方ね、必ずね、いろんなね、受からない人は必ず言い訳をするんですね、理由を見つけて。で年配の方に多いのは、私は年を取ってるから若い人より記憶力が悪いんですと、はい、もう同じように忘れます、忘れます ねで仕事があるからできないし、何々があるからっていうのはあるんだけども、その言い訳をしてもね、しょうがないんです ね、ですね、別に結果が全てだから。だからその何々があるからといったら、それを克服するためのね、ことをね、はい、考えるべきですね。そうですね。安田さんもやっぱりしんどい時もあればね、はい、あったけど頑張って毎日毎日やったでしょ。ですね。うん。でね、そのモチベーションがね、はい、やっぱり、なかったら、馬力がなかったらこういうしんどいことって、人間っていうのはもう楽にし、楽な方向へ行こうっていうのが、はい、これ本能ですから、はい、でそれをずっとね、はい、1年といえども続けられたのは、はい、そうですね、モチベーションの維持についてなんですけども、うん、常に、まあ、上位を目指すといいますか、うん、上に向くっていうのと、うん、あと自分を追い込むっていうのと、あと合格後の自分をイメージするっていうのがありまして、まあ、モチベーション維持してました。なるほど。まあ合格後というのは、まあ、弁理士になるような話ですね、はい、そうですね、うん、でそれがやっぱり馬力になったりするんですね。ですね。で結構ね、人間だからちょっとしんどいことに関してはまた明日とかね、逃げがちになるのはみんな自然なんですよ。でそれがね、一回やりだすとなんか癖になってしまうんですね。そうですね。なるんですけども、そういうことってなかったですか？なかったですね。それはなんで本当に、うん、まあ、いかに時間確保するに努力すると言いましたけども、うん、それも結局習慣なんですよね。スタッフも習慣で、うん、一回習慣身につけたらもうそれで勝手になるんで、そう、初めがしんどいだけなんですよ、うん、結局は。だから継続すれば、まあ、全然もうそこら辺大丈夫かなと。でまあ、私いつも言うことで、アメリカの言葉にね、ワンスダウン、ハーフダウンというのがある。でこれゼミでも言ったかもしれないんですけども、一旦始めたら半分終わったも一緒ですっていうことわざなんですよ、はい、だからね、やり始めるまでが結構億劫になったりするんですけども、やり始めたらトン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 といくものなんですよ、はい、だから結構ね、勉強家で仕事して疲れる、で継続して2時間やったらしんどいけども、一度続けてみるんですね。でまさに習慣づけです、はい、何とも思わなくなるんですね。人間のキャパで結構ね、余裕があって、まあ少々無理しても大丈夫なようにできてます。だから最初にしんどいことをやった人は大きいキャパになるし、ちっちゃいことしか仕事でもねしなかった人はそれしかできない人になって、それ以上やったらしんどいっていうふうになるんですね。最初は大事ですね。そうですね、うん、そう、最初1ヶ月目とか2ヶ月目とかね、はい、やっぱり結構な、まあ担当試験受かるってもらうために、はいはい、時間も割り振りしてですね、はい、入門で話をしているので、はい、全部吸収量では結構しんどいと思うんですよ、はい、で最初しんどかったでしょ。ものすごくしんどかったです。でしんどいと、はい、で私はね、その対応したところをすぐにフォローして、はい、で過去問で
条文を頭に入れて過去問だけやるんじゃなくて、その過去問でそれを確認するんやと、はい、多分実行されたと思うんだけども、ね、しんどい時に、はい、しんどいとから逃げたいと思わなかった。逃げ、あ、うん、でも結局は僕の場合、うん、先ほども自分を追い込むって言ってたんですけど、うんうんうん、自分が合格しなければ元の生活に戻られないっていうふうにしてました、うんうん、それからすればもう逃げられないので、うん、そうですね、勉強から逃げるっていうのは考えなかったですね。ああ、それは大事ですね。で結局それってね、まあ客観的に見ても知識を投入する時間をすごい増やして、はい、かつポジティブに、いやいやじゃなくて自分からそんで増やしてるから、はい、まあ、どんどん頭に入ってるという話ですね、はい、だからね結局ね、安田さんの話を聞くと、まあ、1年で受かったっていうのもふんふんという話なんですね。で1年で滑って2年3年とダメな方もおられるけども、じゃあそれぐらい集中してねやってますかっていう話なんですよ。でやってないのに3年かかって私はなんかもう能力は違うからという前に、やっぱり同じことをやってですね、でダメだったらじゃあどうだろうって考えるべきですね。はい、はい、でですね、自宅での勉強、はい、まあ、ちょっと話も重複しますけど、はい、自宅での勉強っていうのは、はい、誰も管理を監視をしてないですね、はい、仕事は当然仕事場でみんながいてですね、はい、ノルマもあるからやらざるを得ないんだけども、はい、自宅っていうのは本当に自由です、はい、で誰からも監視もされない、はい、そこでやっぱり継続してできたっていうのはモチベーションが、はい、まあ、維持できたことですね。そうですね。ただね、そのちょっとテレビ見たいなとかね、はい、何したいなとかね、はい、こう人間普通になるんだけども、はい、ならなかったですか？そう、僕心が弱い人間だったので、うん、テレビですとかパソコンだとか、うん、まあ、勉強の外来になるようなものっていうのはもう、うん、全部部屋から排除してたんですね。うん、でもテレビ見たいなとかも、まあ、なかったですね。だからね、やっぱりもう取り組みが違うね。はい、やっぱりそれをできない状況に自分で追い込んだって言われたけども、口だけじゃなくて実際に環境もそういう環境にしたんですね。そうですね。それは素晴らしい。だからなんかね、私はもう彼見ててすごい優秀だし、ゼミで1年目なのについてきてるだけでも大変なんですよ。それがね、ずっと点数が上がってきたので、はい、これは1年で受かる可能性は十分あるなと思ってました。だけどその勉強法ってあまり聞いてなかったんで、はい、やっぱりね、まあ全く一緒です。やっぱそれだけやってるわ必要なこと、まあ、効率性はすごい高いけどね、はい、ということですね。で、勉強期間中に自分に禁じたこと、これはもう重複しますけど、絶対これは禁じた、これはしないって言ったことってあります？基本的には勉強に関するもの以外はもう禁じてましたね。お、飲み会に行くですとか遊びに行くですとか、うん、それも禁じてましたし、うんうん、で本当にもう事務所か仕事からもう家帰ったら勉強する、それだけの生活をやってたんで、もう本当に何から何まで禁じてました。なるほど。ちなみに私が合格したのは平成3年なんですね。でその頃も合格率はもうすごく低くて大変だったんですけども、当然ね、まあ、同じようなことやってました。で、もう勉強か仕事かどっちか、はい、でご飯食べるのと風呂入るのはあるけど、風呂の時も一生懸命考えてましたね、はい、だからね、前のね、やっぱりもう超難関の時と同じようなことやってもらってたん で、まあ、今ツールも全部揃ってるからフルに活用してね、はいはい、やられたので、まあ、確実に成功要因を掴んでる。で、効率性もすごい上がってますね。はい。ならね、一応ね、また、最終合格してからの何か自分へのご褒美。はい。何をご褒美にしましたか？ご褒美なんですけども、いろんなことを自分にご褒美したんですけど、まずは、ね、禁じてたこと、もう何か何まで禁じてた、それをもう全部解禁したりだとか、うんうん、あと勉強のためにも事務所のそばに引っ越してて、まあ、そのお環境があんまり良くなかったですね。もう道路でもう車いっぱい走ってても全然寝られへんみたいな感じで住んでたんで、もう合格したらすぐ引っ越しようと思ってて、もちょっと広いところに引っ越したりだとか、まあ、いろいろしました。うん、車も買うんやな。そうですね。まあ、若い人でね、車好きな人で少ないんですよ。私らの年齢はそういう好きなんですけど、まあ、彼とね、職場会で、いや、何買うんやと、これ買うんやという話をしてましたけども、それは実行するんですね。そうですね。まあ、それはね、合格したらいいこと、何もでもあります。
ね、将来も開けるし、ズバリ2017年合格の決め手、これももう重複しますけども、ズバリ何ですか？いや、ズバリは本当に気合いだったと思うんです。うん、もう気合いがなかったら、もう2017年合格できてなかったと思います。まあ、原動力やね、はい、うん。やっぱりね、人間ってね、なんかね、火事場のバカ力で、はい、期限が迫ってくるとすごい力が出るんですよ、はい、でそれをだけキャパがあるという話だよね、はい、でそれをいかにね出し続けるかやな、うん、でそれはやっぱり気合、すなわちモチベーション、はい、やる気ですね、はい、これが続かないとやっぱりできないですね。例えば私が勉強してた頃もね、もうある程度こう成績が上がってくると、もうこいつには絶対負けへんとかね、ベンチマーク作るわけですよ。でも絶対負けへんって思うとね、もう嫌が多でもね、はい、もう勝つために勉強してるわけだから、はい、もうめちゃめちゃやるんですよ。だから、まあ、野球でもサッカーでもそうですけども、すごいやっぱりね、試合に勝とう、いい試合をしようと思ったらすごく練習するじゃないですか、はい、全く一緒やな。そうですね、うん、じゃあ最後になりますが、今後の目標と2018年に弁理試験を受験する方々、はい、2019年弁理試験に向けて今から学習を始める方々へのメッセージですね、はい、まずは今後の目標から、はい、今後の目標はあまり具体的には決まってないんですけども、うん、やっぱりこの、まあ、ほぼ2年といいますか1年半勉強に時間出て、まあ、実務があんまり力を投入できなかったっていうのがあるので、うんうん、まあ、そこをちょっと、土台を作るといいますか、きっちりそこは抑えてから次のステップに上がりたいなというのもありながらも、うん、この1年合格の勢いで次のステップに行きたいなというふうな感じですね。はい、ね、通常ね、はい、私も経験したんだけども、はい、勢いがあったらもう英語でも何できるというのも、ね、失速しがちになるので、はい、頑張ってくださいね。はい、頑張ります。で、2018年の弁理試験を受験する方々とかね、はい、2019年に向けて今から学習を始める方々について、はい、まあ、今勉強してですね、はい、担当試験はこれ今年受けようとしてる人、はいはい、でこれから勉強を始めて、はい、来年担当試験を受けようとする方々、はい、その人に何かメッセージをお願いします。そうですね、うん、18年今勉強されている方でありますと、そうですね、まあ、担当試験を目指しながらも多分今の時期だったら論文試験の勉強もされてると思うんですね、うん、ですので、まあ担当試験まででありますと、あと4ヶ月、5ヶ月ぐらいですね、うんうん、とあと論文試験もあと6ヶ月程度で、まあ、時間もやっぱり限られてますので、うん、今自分が何せなあかんのかっていうその課題を見つけて、うん、でそれ克服するために何をすればいいのかっていうのを考えて、うん、頑張っていただけたらと思います。であと19年目指す方なんですけども、まだ弁理士という職業もあんまり分かってもないし、あと試験も制度もあんまり分かってない方が多いと思うんですね、うん、でそれで、まあ、我々のような合格者でありますとか、まあ、今の弁理士の先生方とかから、まあ、情報を収集して、まあ、これから先、少なくとも1年半勉強しないといけませんので、自分がどうやって勉強していくのかっていうスケジュールを立ててもらったらいいのかなというふうに思います。はい、安田さんはね、今すごいね、爽やかな顔してるんですよ。だけどね、すごい爽やかなったと思うのは、はい、ゼミの期間中、もうね、こんな笑顔ないですよ。なかったですね。もうなかった。もうね、顔がもうぐわーっと硬直してね、で顔も脂ぎっとったな、なんかね、ね、すごいね、感じ変わったなぁ、で、それぐらいやっぱりね、気合がね、はい、入ってたんですね。そうですね。で、私もね、長年ね、もう20何年間教えてるんだけども、自分なりにね、やっぱりカリキュラムを組んで、やっぱ効率のいい学習で、覚える回数を少なくするとか、いろいろね、工夫してるんです。で、一番嬉しいのはね、やっぱり私としてもこれを踏んだら絶対に合格するという自信はあるんだけども、それをね、やっぱりなかなか実践してくれる人って少ないんですよ。言った通りやってくれないとか、勉強時間が少ない。ただね、必ず実践してくれて結果を出してくれる人がおられます、はい、で今回は安田さんが、はい、まあ、その一つの例として出していただいた、はい、私としては非常にありがたいし嬉しいし、やりがいがあるというかですね、まあ、講師冥利に尽きるということ、はい、どうもありがとうございます。ありがとうございます。まあ、とにかくね、安田さんの今日の話はすごく参考になったと思うので、ぜひともですね、言葉だけではなくてね、実践をしてください。そうですね、絶対結果出ますね。はい、はい、じゃあ以上です。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。